さあ、さあ、さあ、入ってるかわかんないけど、やりますか、やりますか、やりましょう。いや、そうですね、ミキサー的には入ってるんで大丈夫だと思います。はい、ではやりましょう。さあ、早速じゃんけんに勝ったのはテダルシムだ。ここは先を取っていく。あ、負けた、勝ったでしょ。やばいやばいやばい、そこは急に間違えちゃったかと思って。さあ、勝ったのはじゃんけんにまず勝ったのはテダルシムなのか、最初わからないが、テテエスフェイロン、そしてキャラも出る。試合前の勝負はもう完璧か、あとは試合を勝つだけか。しかし、はい、バーチさん、地元、四季の地元、大切にしていきたい、していきたいところ。さあ、返して歩き投げに行ったが壊しシーンは待っていた。さあ、下台パンが強くて振ってる。おっと、下段にキャンセルがかかる。これがエスフェイロンの楽しいところ。さあ、これはもぎ取った。そして次が瀬尾さんですね。瀬尾さん1キャラ目は何なんだろうね。ほんなんかベガとなんとかだったのは聞いたけど、ガエル、ベガとガエル、そしてガエルが最初。さあ、エスフェイロンはとりあえずレックはないということだけは知っておきたい。なので横押しが大事なんですけど、そう、このね、ジャンプ技もちょっと違うんで。うーわっと、ピヨってんのやばくないっすか。中足劣化しただけでピヨりましたけど、大丈夫ですかね、このゲーム。さあ、中足、中足、先ほどは何かの隙に中足劣化が下がってゲームが終わってしまった。垂直がうまくて、垂直がうまい、そっちもうまい。垂直してもガエルが強ソニックを打っていると結局振り出しというところで、そこはサマーソニックから。さあ、これはジャンプの出際に引っかかってしまう。歩いて画面を押していく。大パンチは冷静にガードしているぞ。これはお釣りがない。エスフェイロンの劣化は、お釣りの隙が少ないのでお釣りが入りにくいですね。あー、危ない危ない危ない、これ入んないんですよね。打ち切っても結構安全な劣化が多いので、そこが分からないとちょっとやられるが、ここはバックジャンプの赤が1。はい、目が悪いので何も見えないけど、モッチさん、さあ、モッチさんのブランカ。さあ、これはしっかりサマーから、あーっと掴まれるが、さあ、置き攻め、表から行って、さあ、スライディングが強くて、これは壊しい。さあ、セオガエル、ブランカ戦はやってるのか。サマーで切って、やはり反応はピカイチだ。これは空対空、置いておいくが、ステップ、これはスカってしまう。さあ、スライディングの方がダウンでよかったような気もするが、まあ大事、これはスカらない、引きつけてサマー。さあ、トルネイディが掴む。さあ、あとサマー、この男反応で食ってる、食ってるが、いくら反応がいいとはいえ読み合いになる。さあ、ね、小右衛門さんが今日はね、あのホンダとサガットを使うということで、さあ、やっていきましょう。さあ、ホンダブランカ、小右衛門さんはゲームが上手いので知ってるんじゃないでしょうか。さあ、しかし、あ、しかしこれは
これはモツさんも本田選手知っている動き。これはあっと出ない、死んだか、死んでいない。ジャンプ中キックから張り手、さあ垂直がなんか返せなくて危ないぞ。さあしかし体力リードしているのは小右衛門さんの本田。さあ全然張り手が出てなくて、あとは待ってるだけか。どうする、小足がなんかちょっとダメージを奪ってきて、時間は経つ、時は流れゆくばかり。さあしかしまだ危ない。さあ張り手で逃げて削らない、弱気か、弱気か、小右衛門本田。しかし持つ、危ないぞ。これはしっかりしたためが残っていた。小右衛門本田がまず1本取る。しかしちょっと動きが怪しい、垂直ジャンプになすすべなし、そんな感じ、なすすべなしですねこれね。さあしかし体力がリードすれば垂直ジャンプは放っておける。さあモツブランカどうやってダメージを取りに行くか。これは前ステップにしっかり反応して投げている。垂直放っておけばいいのでは、前ジャンプも意外と落ちないか。さあドンピシャで頭突きが刺さる、運がいい男。これは強頭突きでいいことに気づいた。そして小足ありてしっかりと削り切る。さあ次は、次はデンスさんですね。これはダメっぽいですね大丈夫ですね、レガでした。さあ小右衛門本田はこれはいけるのか、ジャックハリテ打ってみるか。さあヘッドプレスの開始は練習した。そしてハメにはいかない、紳士的か、死んだか、死んでない。投げて、投げられて、投げて、なんかわからん、しっかりと投げて削りに行く。ヘッドプレス返せなくて死にそうになってるけど、あ死にそう死んでいる。さあ小右衛門本田どうした、あーっと、これはしかし置き攻めに来る。そしてなんかサイコが連続カードにならない。さあ暗い投げは読んでいて、サマーに、サマーじゃねえよサイコには、危ない、なんか運がいい、頭突き入力をしたら偶然大一郎入力になっていた、何も狙っていない。さあ張り手からなんか上手くて、ちょっと張り手が出てなくて死ぬんじゃないか、大丈夫。さあこれはしっかり返せるぞ、投げ返されてどっか行っちゃう。これは張り手がかくって、これっちで、さあこれは空対空うまくやったが死ぬんじゃないか、大丈夫。頭突きが逆に出る、ちょっと2、3回死んでたけどセーフでした。ハクさん、さあちゃんと実況っぽくなってる、なってるなってるなってる。さあここはハクキャミーが出てくる。さあとりあえず突っ込んでみる、突っ込んでみて。さあこれは体力リードした方が有利、ゆえに今俺が有利。さあこれは相打ちになるが一旦下がる。さあっと掴まれるがまだまだ有利、危ない、今スパコンで死んでたような気がする、危ない危ない。さあちょっと歩いてしまった、歩きに行ったので多分ちょっと歩いてしまった。垂直では結構強い、垂直ダイパンをなぜ打っているのかというと、スパイラルアローを一方的に潰せるからです。潰せないけどね、なんか潰せてないけど。フーリガンに気をつけよう、あーなんか全然お釣り入んなくて、でもこれは待ってるだけで勝てそうな感じ。さあどうする、ハッキャミ、これは張り手が急に出てくる。はいはい、ヒデンさんです。ヒデンさんは1キャラ目は何なのか今確認しに来ました。リュウです。
さあ、秘伝さんは深谷の方なんですか？深谷の方、遠くまでお越しいただき、遠くでもない、同じ埼玉県だった。遠い気がしていた。遠いそうです。埼玉は広い。さあ、これは掴んで下段から、これは投げる。さあ、篠本田さんが見ているが、いけるか。これはスパコンで死んだ。ワンチャン死なないまであった。なぜなら鬼無双だから。俺も撃ったけど死ぬかどうか分からなかった。さあ、この体の角度だとちょっと壊し張り手がやりづらい。さあ、食らってしまう。真面目にやると全然喋れなくて。さあ、これは垂直で避ける。さあ、秘伝竜、ここで波動モード、ここでダメージを稼ぎたい。竜本田は打つしかないが、ちょっと波動が少ない気がする。もうちょっとバリバリ打ってもいいぞ。そういうこと、そういうことですね。さあ、さすが真空が出る。基本的に大足一発で割るぐらいなら、波動機打った方が期待値は高そうだが、カラジャンプもあるが、カラジャンプだったので勝利から貸すぐらい。弱波動を避けて、さあ、いい波動だ。全然近づけない、近づけない、近づきたい、近づけない。これは秘伝本龍が、さこはカラージャンプしたけど弱波動でした。出る、昇龍が出て秘伝龍が勝利。さあ、篠本田さんが出てくる。そうですね。さあ、ここで篠本田さんが出てくる。地元でやっているか。飛んで、さあ、これが入って、これは昇龍がしっかり出るぞ。これは避けない。さあ、ガードを固めて波動拳がいい。飛びが刺さっていない。さあ、飛んだが、うまく飛んだが、大一をできず、近づいて5番で止めて、これはしっかり待っていたが、待っていたが悪くはない。波動拳を食らう。ファイヤー波動はこける。トンディが刺さらない。弱波動、さあ、これは打ってった、悪くない。削りで使うのは全然ありですね。バックジャンプでとりあえず回避から、いけるか。これはダイヤシャドウで押し返す。これは大きい、意味のあるダイヤシャドウだ。張り手が全然出てない。さあ、飛んだけどまだまだ。じゃあ、エクスパーですね。次がね、イサジさんかな。いいよ、コインがないってやつ。コインはね、これさあ、これは同キャラ戦。さあ、これは飛んでいるのはエクスパー。さあ、どの打ち合いになる。届かない。さあ、押して下がって、押して下がって、押されているのは秘伝竜だ。アッパータイク、これはアッパータイク。最近のエクスパー、もう勝利打つのは諦めている。いいと思います。身の丈に合った攻略法だと思います。出ないならね、最初からアッパーにしといた方が反応も早いし、いいですね。変に出そうとして食らうよりはいいと思います。しゃがみアッパー強いからね。
ついた名前がロウリュウケン。ダイゴスから投げに行ったが通らない。さあ真空打ったはずだと思うが違った。中足で追いかけして、さあ道拳、これはアッパー。さあイサジさんですね。さあ同キャラ戦は対戦、あの、いや、スーパーキャラはね、スーパーキャラは一応確か、スーパーキャラで始める、スーパーキャラと四天王は自分とも戦えるのか ?CPU 戦。戦えたっけ?違うな。ニューカマーで入ればいいのか。乱入して、相手の CPU 戦を奪い取ればいけるのか。そうですね。はい。さあ、これは勝利入って。さあこれはかなりいいペース、流れるように動いているが勝利入る。シンクとりあえず使う。遠くで波動拳を打ち合っていると近づいてきて、これはロケって言われた。行く、逃げる。さあこれは歩き投げが減る。イサージさんの S 剣。さあ開幕は踏んでしまって画面端きついぞ。さあイサジさん小竜巻に反応できない。副対空が決まって下がる。さあエクスパは能動的に攻める気はあまりないらしい。なんとなく受け流す感じ。サッパーで対空から真空で削る。ずらして波動を踏んでうろうろ中足。さあこれはこの独特の感じ、バックジャンプ。秋葉のヘイで竜やってる人大体あの動きしてくる。開幕はバックジャンプ。さあ竜巻投げ、またしても踏み込みたい足に小竜巻の投げが噛み合っている。なんか死にそうだが大丈夫。波動拳、波動拳、左足が刺さって飛びも刺さる。投げる、潰れる。大パンチの悲劇。真空食らわなければなんとかなりそうな気もするが、バックジャンプで下がる。あーあー、さあ食らってしまう。クロッチさん、はい。真空食らわなければってね、まあ、食らいますからね。真空なんで食らいやすいかっていうと、光った後に向こうに10フレぐらいボタンを押せる猶予があるんですよね。他のスパコンは2、3フレぐらいしかないから、押しちゃったつもりでももうしてなかったりするんですけど、竜は光ってからこう実際に技出るまでがなんか長いんで、なんか押しちゃってたら本当に押しちゃったままになるんで、技が漏れやすいってことですね。はい。さあブランカ、さあブランカにはアッパー対空あまり通用しないがどうするんだ。潰して、これはしっかり待っている。クロッチさんのうまいところ、電撃裏、遅らせだったがどうする。スパコン出る、出ますね。さあこれは中ゴス当たる、安全な中ゴス。ブランカ戦には安全な中ゴスが存在する。おっと、ショーキックからなんか、そういう連携、大パンチ入らない。さあ、うまく距離を詰める。とりあえず竜巻出してみる。真空は当たらない。警戒されてますね。さあ、真空がなくなったので横から行き放題か。なんか相打ちを繰り返して、気づけばクロッチさんの体力がリードしているが、小足で止める。前ステップから神に行ったが、これは竜巻。とりあえず中竜巻をしてみる。ブランカは歩くと竜巻当たんないですね。ちなみに。あ、クロッチさんがいやらしい。中距離でじわじわやるやつ。竜巻出してみる。中ゴスはしっかり立っているぞ。これはドンピシャ。神がって、さあ、うろうろから、なんかや、
なんかやりたそうにしてる。垂直、まだ食らわないぞ。シンク食らえない。髪は通って、さあどうする、竜巻か、下段からジャンプ、下段から、これは大パンチが出ていた。セロテさんですね。これで 3勝ですね、エクスパーさんが。はい、じゃあセロ様が勝つかどうか。セロ様が勝てば青木サイクロンとできる。さあこれは掴まれてしまう。これは待っている。じゃあ出していく、どうせ出すんだからみたいなところはあるが、さあこれはやっていった。出すにしても出なきゃ変わんねえよと、重ね毒だと。さあ、おっ、ダブラリがしっかり出ている。空対空で潰して、なんか竜巻が長い、めくって投げて方向制御も完璧。置き攻めが、さあしっかり出て、しかしこの体力リードどう取り返すのか。ダブラリも出るぞ。ダブラリミスは狙えないのか。これは投げる、ダブラリ抜ける。さあダブラリミス、飛んでいる、ドンピシャで飛んでいた。ということで次が青サイさんですね。さあということで、ザンギザンギ、さあ一応青サイさんが 1P なので 1P 有利かな。セロ様は 2P 得意なのかもしれない。さあリードされるとどうするんだ。リードされたらわかんない、うまい、しっかりスクリューを待っていた。まあ実際二択みたいなところはある。スクリューこするか待つか飛ぶか。大パンチが長くて膝も強くて、さあ青サイ画面端に追い込まれているが、あまり関係ないのかこの組み合わせ。投げて、さあどうする、ダブラリで暴れる、上から行くがセロテープ、守りが硬い。体力リードを見てコパンで潰す、膝が強くて、投げは勝ったのは青サイ。さあどうする、行くしかないのか、行けなかった青サイ。これはなんか出なくて、すかし、しゃがみコパンが当たらない。ダイエットですかした、バーチさんですね。2周目となります。バーチさん2周目もバイソン。はい、さあセロ様も埼玉県民、埼玉県民、バーチさんは埼玉県じゃなさそうな顔をしている。埼玉県じゃないって今首振ってますけどそうなのって、四季市は埼玉県ではなかったのか。さあ池袋の可能性はある、確かに。さあ食らって、新座市、そうだ四季なのに、確かに新座市だったわ確かに新座市だわさあ四季ではなかった。まあ埼玉はね、いろいろ統廃合とかいっぱいあったから、多分おかしなことになってるんだと思う、よく知らんけど。こさあ、あーどうする、上から行くぞ。これは重ねていた、安全重ねからバニシング、そういう組み立てだった。さあタンパが座っていいぞ、タンパが座って痛い。コパンで止まって、コパンで止めてからの大パン警戒で
ダブラリだったんですけど、守ってなかった。投げる。さあ、セロテ。セロテ。ゲージがある。しっかりこれは、3発刻んで、スパコン出ないからの3発刻み。セロテが2連勝。はい、テさん、どうぞ。惜しかった。セロ様3連勝。ダルシムだよ。さあダルシムだ。3連まあ言うてダルシム1回掴めばね、チャンスは1回が掴めない。さあ行った。体力的には悪くはない。投げて。さあ死んだか。あーできない。できない。ボタンをいっぱい押していけば掴めたかもしれないけど、一発しか押してなかったっぽい。これはインフェルノ、今の距離だったらケイラリが出れば下がれたっぽい。開幕歩いていった。しかし開幕のしゃがみ中パン結構強い選択肢。ダルシム側、さあ歩きは上々。上に逃げるのはテダルシム。上に逃げる。さあちょっとファイヤー速度が違う。これはインフィルノ体育完璧。3連勝で終わってしまう。セヨさん2キャラ目が、ベガーだったと思う。ベガー。さあダルシムベガー結構むずい。お互いちょっと難しい。コツがいる。表から行って固める。裏に行ってしまったので固めは継続しないが、もう一回投げる。これは投げ角で、さあ刻む。暴れを潰す中キック。上から行って、さあ背負は守りに入ったか。守りに入ってない。コパンで止めて。これは小中と先ほどから使っている刻み。友田さんが来た。上に逃げて、さあ画面端入れ替える。画面端追い込まれると厳しいので、この入れ替えは結構重要。さあテダルシムも技を振ってリードを取っていきたいところだが、セオベガが細かく細かく攻めてくる。さあ体力リード奪っている。なかなか攻めさせてくれなかった。じゃあ友田さんですね。友田さんは2回いける。2回いける。はい、1キャラ目がチュンリーですかね。はい、さあ投げられて、お金がない。さあ結構瀬尾さんもこの組み合わせは割とやってる。さあ飛んで開幕ショーキックで飛ぶのはありなのか。くぐって投げて、さあ画面端には行ってしまったが、距離があるのでまだまだ詰められない。我慢している。くぐってめくりホバーは投げる。さあ体力リードしているのは瀬尾ベガだが、まあこの程度の体力差わからない。台出して暗いナイトメア、お見事。開幕、さああれはなんかのミスじゃないのか、違うのか。食らわない。投げが確定している。投げもこっちも確定していたか。投げて、投げ角。さあしゃがみ中キック出なかったか。上に行って逃げる。しっかり知っている。下段はガードから、これは死んだか。死んでない。投げる。さあ友田チュンリーが取りそうだが、さあ空対空落としていく。これは空対空またしても、しかし今度は
やられて投げる。ホバーはまたしても投げる。ちょっと早かったかな。投げられる。死ぬ。投げですね。はい、モツさんのブランカ。はい、さあいけるのか。とりあえずジャンプ。さあ上から来るぞ。投げ角、投げ、あー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 、さあ攻めづらい。飛行剣がずっと画面に残ってる。飛行剣がでかいので本当に攻めづらい。さあ端から投げて、投げる。さあ いい感じに投げ投げが決まった。さあこれは投げさせない。さあ早くも画面端に追い込まれてはいるが、投げて背中に隙間がある。表に戻ってきた。これはくぐって投げて。さあ実際ジャンプ、前ジャンプもブランカ戦結構強い行動。さあくぐられている。うわあ、なんか押した中キックが当たった。さあこれはちょっともうわかんない。戦列も食らえないが、戦列です。出なかった。しゃがみキックが出ているのが見えた。さあ友田さんのチュンリは2連勝でストップですかね。1ですね。はい、瀬尾さんに勝って終わりですね。さあ出た。デンさんのバイソンは危険だ。これは危険ですね。簡単に3連勝以上はしそうだが、投げる。さあ返しにくい。ダッシュグラウンドから前ジャンプ、非常に返しづらい。さあ守ってはいるが、火力が高いのはバイソン。判定も強いのがバイソン。さあこれは、さあスライディング刺さって、裏からこれはくぐって投げる。短波からヘッド、これは投げ確定している。これは、あー中ヘッドは隙が少ない。投げに行く上。いやーきついきついきつい。バイソンのラッシュが止まんねえ。裏に、あーっとこれは表だった。しっかり出した。デンさんが勝利。そうでハックさんではなくて中島さんがいるらしい。知らなかったです。中島さんがホンダですか。ホンダとガエルかな。はい、さあこのホンダ投げて画面端裏に行っている。ピオらないが、まだピオらない。これはもうピオんないですね。このラウンド絶対ピオんないです。もうさあ中島さんがパーフェクト。もうピヨンなくなる現象は、僕は勝手にピヨリチのオーバーフローと呼んでますけど、行き過ぎるとね、なんかもうピヨンなくなるんですよね。そうマイナスになって多分ピヨンなくなるんじゃないかって僕の予想です。はい、ありえると思います。さあこれはデンさんがホンダバイソンのバイソン有利なところを見せている。しっかり今のもバイソン側がしっかりボタンを押せれば、暗い投げというかガードした後投げれるという高さですね。というか多分今のは着地同時で出るんで、そうなると多分食らってる方が、先に動けますね。着地位置振れは、おわっ、こけてしまう。これは嫌な距離。短波でとりあえず突っ込んで、さあ形を作った。
この形はバイソン有利だぞ。さあ中島本田どこに見出すのか。コパン振ってる。デンバイソン連打力がある。でもそのうち疲れ待ちか。中島本田確かに本田の方がちょっとリードしてる気がする。あーっと突っ込んでくる。しびれを切らした。これはガードしてるぞ中島本田。しかしこの距離わからない。上から来る中島本田が待っている。これは絶望。投げて足りない。待ち切った。さあハクさんがまた本田とやる。かわいそう。さあこのゲーセン本田が多い。さあコエモン本田が言ってましたけど、まあ体力リードした方が有利なので本田が有利です。さあこれは潰れる。さあこれはまあリードされるとね実際やることないんでしょうがないと思います。ファーストの削りでもダメージでもね大事ですね。これいいですね。今ちょっとキャミン有利です。ほんの少しだけキャミン有利です。さあこれは先端ガードなのでお釣りがないと。張り手で突っ込んでくる。上ってめくりもガードしてるぞ。さあ飛び際とかに頭突きが刺さらなければ悪くはない。さーっと行ってくぐって投げられる。キャノンが出てめくりは当たらない。くぐってさあ中島本田が張り手。張り手でした。小右衛門さあ小右衛門さんはサガットはムリーナサガットとかいうのをよく使ってるのでまあムリーナサガットでしょう。これはさあバックジャンプ。さあ本田サガット本田が有利とか言われてるけど有利かもしれない。さあコパンで落としてうまくて。さあ上引っかかるが体力負けしているのでちょっと厳しい。何もしなくていいやつ。相打ちで取られて。さあ待ってる本田にやることがない。やることないないですね。ないですねこれはね。やることがね当たらない。当然当たり前の話。さあサガット有利だと思うんですがその域に達していない。アッパーがスカル。アッパーが偶然当たる。さあ踏んでしまってなんか出る。あー読んでたけどアッパーが早い。頭突きで抜けるのは読んでいたがアッパーが早すぎた。もうちょっと引きつけないと当たらない。さあということで本田有利はちょっとで違うんですけどね。そうまあ、ちゃんとやればサガット有利だと思うんだけどなとか言いながら本田同キャラ戦になっている黄色い方が篠さんだ。中島さんが3連勝中なのでこれで勝つと4連勝優勝待ったなしか。
さあさあ頭突きが刺さって分かんなくなった。止めてちょっとリードしてそうなのは中島本田だが分かんねえわもうもうもはや分かんねえわ。相打ちだわこれは。もう分かんねえわ。さあうーっと噛み合いからの上バックジャンプで落としに行った。頭突きで突っ込んでくる。噛み合って上から行く。これはちょっと高いか。うーん悪くはない読みだったが上出なくて出てこれはた分からなくなってきた。エンターテイメントの試合分からねえぞ。分かんねえ。あもうね次のラウンドはお互い何やっても無駄なんで早く終わらせましょう。なぜならこれは取ると分かるんですがどっちが負けてもどっちが勝ってもお互い1がつきます昔のゲームなのではいはい。なぜかお互い勝ったことになってる。なんででしょうねっつってさあここだ。もうあの2ラウンドは何だったんだ。分からなくなって裏に行く。さあ先ほどトラジロ展開だがまだ分からないぞ。分からない。これはお互い死んだんじゃないか死んでんしょこれ。はいはいっつっはいっつって初めてですね。はいじゃあ両方×で。はいじゃああの2人呼んでこないとダメですねこれね。ヒデンさんとイサジさん、ヒデンさんとイサジさん。さあお互い負けましたね。残念でした。ということでヒデンさんが 1P、 イサリさんが 2P、 そして中島さんのホンダが、すいません間違えました、 1P がイサリさんですね。で中島さんが負けたのか引き分けだかちょっと何とも言いづらいんですが勝たなかったので3勝で並んでいるということですね。トーナメントするんですかこれは4人だったらしましょう。はい小右衛門、まあここでこのホワイトボードに書きましょう。はい小右衛門、エクスパー、セロテープ中島で今並んでますね。さあこれはちょっと画面端ではないので優しいがこれはガードされてダイヤシャイいる。入らない。フーリガン入って削りが確定していない。リサージ大丈夫か。さあいい飛びだ。悪くはない飛び。ダイヤシャイってこれはガードになる。一番遠くから重ねればキャノンを透かしながらローキックを重ねるっていうね、こともできますね。でちなみにこれはガード、これはお釣りないですね。スパイラルアローはね立ってガードした方がいいと思います。はいさあなので中足ガードした後はもうすぐ立つっていうのが大事ですね。スパイラルアロー立っとけば当たんない時もあるんで。これは削りがしっかり今度は出る。そうですねポニーザンギとかは中足ガードした後すぐ立ってくるんで結構ねやりづらいです。さあこれは出さない。上通っているがここはガードしてからのキャノン。ガードした後ももう一回読み合いがある。立ってガードできるんですね。さあ悪くはない動きはしているがちょっと押されてる。食らってしまう。上通って悪くはなかったがガードしてからのキャノンがめんどくさい。スパコン貯めたがこれはゼロドット逃れられない。
クロッチさん。あとはさあクロッチさんのバイソン、まあクロッチさんもね昔からやってるんで何でも使えるんじゃないかと思います。さあしかしこれはイサジさんがお前は知らんだろうが俺は知ってるというような動き。ダイヤス下がって投げて受け身がない、死んでしまう。あーっと噛み合い、これはしっかりめくりは高くて投げられる。これは確定ない。表から下段、投げと見せかけての下段から削りきれないが問題ないのか。これはスパイラル、はい、エクスパーさんが。さあここで2連勝しているのでエクスパーさんに勝てば青サイ4連勝の希望の目が見えるが、ここに勝つのがまずは大事。ドンピシャでなんかかわされている。エクスパーがのらりくらりバックジャンプ繰り返して、そういうさあ攻めさせてカウンターを取りに行くような動き、自分から動きに行くのではなく動かせてそこにカウンターを取りに行くというようなそんな動きをしている。届かない。ということはエクスパーを放っておけばダメージの取れる行動はしてこないのではというひらめき。これは当たらない。さあ体力リードすればいけるのかと思いきや体力リードできない。刺さって攻めすぎはなんか危ない。あー空中立つの噛み合いから、これは稼働できる。波動拳から投げて受け身がある。波動拳打ってきた、青サイ。青サイがザンギ、青サイつってんだから見なくていいでしょさあさあだってこれは上が出ないが竜巻。エクスパーの動きもなんかエクスパーのエクスパーらしい動きがこう洗練されてきてますよね。さあ通って下段、昇竜で暴れる。ちょっと近かったからね。あーっと近いって近い安全重ねだと思った。前入ってたんじゃないかな。さああ鷹の爪キック。さあこれは打撃で押している。投げて中キック。さあこれは青サイモードか、体力リードからの青サイモード。ということはリードさえすれば、さっきも言った気がする。リードされた。されたらどうするんだ。どうすんだ。上から来るが、落として、吸いに行ったところに昇竜。今度はガードだ。中足。さあちょっと押されている。ちょこまかとした暴れがちょっとめんどくさい。シューキック、あーっと
待ってはいたが、これさあセロテ、セロテ先ほどはエクスパに勝ってはいた、勝っていた。瀬尾さんは2回出たんじゃない？2回出たよね、2回出たと思う、出たと思う。はい、昇竜。さあ残り、残っているのは友座、中島、セロテープ。まあ3連勝はちょっとしそうな感じの人たち。さあ吸い込んで、セロテープの時間だ。あー来なかった、来なかったわ。上、これは真空、とりあえず打ってみて。竜巻打つと思った、打つと思った、でもどっか行っちゃう。打つと思ったけど打つならせめて少々竜にすべきだった。さあこれはまあなんかあそこまで気持ちよく大少竜打てば後悔もなさそうなもんだけど、打った後結構後悔してる顔がちょっと面白い上から行く、先ほどもアオサイを殺したジャンプショーキック。真空打つと思ったが打たない、打った。竜巻、さあダブラリミスがない、しかし体力は負けている。危ない、食らわない、うろ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 、危ねえな、かくってる、かくってるよ。下段通ってカラージャンプ、スクリューのはずだったけど、なんかしゃがみ大パンチ、安全傘ね、嘘でしょさあ友田さんがベガかな、はいはい。まあベガ戦といえばセロテープ青が、青がいいなるほど。さあ実際ベガもめんどくさい、多少有利っぽい雰囲気もあるけどやっぱりめんどくさい。めくりに行く、コパンで止めて、あーもう画面端、ゲージもちょっとないぞ。友座ベガゲージが欲しい、吸い込まれる、これはゲージたまんないか、たまんない。やはりゲージがない状態で端に行くのはきついということで、ちょっと繊細な立ち回りが、めくりに行く。さあしっかり画面も中央に戻した、悪くはない。アッパーで対空から、さあこれは素直に吸って、こっからもう一勝負。さあ画面端近い、しかしゲージはピコピコしてるのでいいんじゃないでしょうか。問題はスクリュー一発耐えられるか。あっと刺さってダブル2からジャンプで逃げる、大キックが減る。さあ刺さってスパコンが出る、素直に重ねていった、ムクがいた。さあムクな残技、上から行く、下段刺さる、これはあーっとチャンスだったっぽいが、これはガード。さあいい勝負になっている、大パン勝っているのはベガ側、これは中段食らうしかないですね。さあ狙ってはいる、さあ投げ返しを読んでダブラリだったが暴れてはいなかったそして中島さんがこれはガイルっぽい。最後なのであとは勝った方が3連勝以上するまでって感じですかね。そう1周目がね遅かったからですね。はい、さあこれは駆け込みで潜ってきた、わーやばいやばいやばい
さあこれで本日のメンバーは出揃った。画面端に追い込んではいる。この鳥かご大事にしたい。上繋がっている。中足から、さあしかしまだここはわからない。これは中足出してしまった。粘る友澤部が上から行く。バックです。さあこれはサマーが当たる。上から投げ返して、これは下段選択している。ソニックからラインを上げていく。さあアッパーは潰れるが空中ぐらいしている。スパコンがあるので迂闊に打てない。ラビニーで逃げてうまい。中足かくらせてバックジャンプで逃げる。さあ友澤部がもうどこから来るんだ。これは食らう。瀬尾さんはどっち使うんですかね。好きな方。今2連勝目ですね。はい、ガエルで来た。これは友澤にっこりか。超ジャン、ショーキック。サマーで待ってる。めくりが当たる。これは誰のガエルであろうと見えないものは見えない。万人に等しく訪れるもの、おいとめくりです。さあ投げられて、これは中段もそうですね。中段も鎖骨もそのうち見えなくなるんでね。さあしかしこれはもうかなりのウィンコンディションでしょう。大足に確定で相打ち取っていく。さあこれはサマで待ってる。これはまたしても今度はガード、死なないぞ。どんなに頑張ってもめくりはどうやっても当たりますからね。あっと、つったから、これはまだ暴れない。暴れた、そこで暴れる。あー、なんか変なの出ちゃう。ローキックソニックやろうと思ったのかな。まだ、あーっと刺さってスパコンが出さない。ここで出す。3連勝。バーチさん、さあここでバッチさんに勝てば4勝となるので優勝です。優勝か分からんが優勝ではない。誰か抜けた人とやる。クライマックスシリーズ明日開幕です。はいはい、なんですけどクライマックスシリーズをやってる裏でセリーグとパリーグの5位と6位が試合をやるというね。まだ試合が中止とかで残ってるので、なぜかクライマックスシリーズやってる裏でドベとドベがやるという悲しい試合が行われます。負けた方は悲惨ですね。まあどっちも最下位決まってるんですけどさあ勝てるか。下段が去る。裏から、それはやってない人には絶対わからない連携あとはさあ友田さんが4連勝したので、あのめくりは絶対わかんないでしょう分かってても食らうかそうですね、やってる方も分かってない、そんなことある。じゃあセロ様がコエモン、これは竜のエクスパーが結構いけそうではあるが、そうですね、どういう組み合わせでやるんですか。セロ様抽選します。セロ様といえば抽選。
中島さんとエクスパーさんいる？あ、いる？ちょっと今ね、これ3勝が4人で並んじゃったので、友達チャレンジの権利を受け取る回を今やろうと思います。4、はい、これはね、赤いのと赤いのと黒いのと黒いの、1234で上から、はい、1の人、はい、エクスパーさんが1と、じゃあ1と2が当たるってことですね。はい、エクスパー中島と、で、中野セロテと、はい、ワンピー、はい、そっち、セロテープさん好きな方でいいですよはい、はいはい、ということで、挑戦権獲得トーナメントが始まりました。さあ、これはエクスパー対中島ホンダ。中島さんのホンダは結構クライマックスシリーズ進出率高いですからね。結構勝ってますよ、この式においては。さあ、これは日シリいけるか、地区シリーズみたいな感じですね、今ね。はい、さあ、頭突きが刺さって、昭流が刺さる、まだわからない、それがキャラさ、まだわからないのがキャラさ。これ鬼無双で死にそういないんだよな、わかんないんだよな、死ぬかもしれないし死なないかもしれない、わからない、出してみればわかるこれは抜ける、お釣りはないが頭突きが待っている。さあ、突然パニックを起こしたエクスパーが突っ込んできた。空対空を落として、波動拳うろ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 飛んで、これは投げられて、これは読んでいる。今度は下段で暴れる昇竜、バックジャンプには大体昇竜仕込んでますね、この人。これは抜けられない、これはキャラ差が出てきた。真空で使う、いいと思います。最もベターな使い方を今したんじゃないでしょうか。波動拳きつい、助けてー。さあ、下下がる、あっとパニックからわかんない、これは飛んで死んだ。粘った中島ホンダ、これは地区シリーズ進出。じゃあいいですよ、じゃあやりましょう。はい、じゃあこのまま再利用して小右衛門ホンダがやるということでやりましょう。小張り手が安定。さあ、あ、さあ、画面端追い込まれて、これは死んだ、死にましたね。小足張り手やりたいだけだったから死んでしまった。小張り手相打ちを取ってくる。さあ、張り手から頭突き、えい、これは一回削って OK。 頭突きで待ってる。なんで強張、なぜ弱頭突きなのか、悪くはないが体力負けしている。張り手が刺さらない。さあ、これはちょっと分かんなくなってきた、分かんなくなってきて、えい、削った。これはちょっと勝ってるっぽい。1ドットで十分、1ドットで十分、えい、あ、張り手がっていうか頭突きが出なかったです。ということで、はい、ということで、中島さんのホンダとセロテープさんのザンギが友座挑戦権をめぐって争われてますが、友座さんはセロテープさんの方がいいですかね。どっちかというと。さあ、
中島さんがしっかりキャラさ見せつけている。余計なことはしない、余計なことはしないし、余計なことは余計なことはしないし、試合をしながら実況もしていない。さあこれは、あ、吸って分かんなくなったが、さあ体力勝ってるので強気に攻めるセロテープ、これは死なない。後ろに行って前に行く、前に5歩、後ろに5歩、これは開幕お互い下がって、大パンドンピシャレック刺さる。さあこれは守りのセロテープ、相打ちはちょっと痛い。さあ体力リードしているセロテープ、守りを固めている。ドンピシャ刺さって釣っている。セロテープ残機が強い。さあということで1位決定戦はどういうルールで行われるんですか。三先です。さあ日本シリーズファイナル、日本シリーズに、日本シリーズ進出したセロテープ軍ですが、さあ後でやります、それは。はい、じゃあやっときます。さあセロテープが勝ち上がっている。さあここで残技戦嫌いらしい。さあ下克上できるのか。セロテ残技色かぶせをしてきた、そんなことはない。さあミドルキック、これは確定しているのか。歩いて今度は逃げる、うおっと飛びが噛み合ったがダブルアリが出てなんか出なくて中段は当たらないが逃げるので問題ない。これは投げがかからない、ダブル2。さあうろうろ、ここまで来たらあとはもう致命的なものはもらいたくない。とはいえゲージもあるので走ってきた、最後のチャンスか、投げる、ちょっと歩いたセロテープ、歩かなければ多分ガードして逃げれた距離だと思う。さあこれは取ってはいる、丁寧に丁寧にやっていかなければいけないのでベガ側結構ストレスたまる。その点残儀は一回掴めばいいやみたいな感じ。掴んで方向制御も完璧から投げる、結構ね出川側ストレスがたまる試合捕まっちゃうしチクチクやんないといけないし、めくりにはいけるけど失敗した時のリスクが高すぎる。さあ色は変わって唐揚げの色、あっと刺さってできない、めくりに当たる。セロテープさん今日のめくりガード率高い。逃げて逃げられない、これは吸って方向制御はどっち行っちゃう。セロテープさんがさあまだわからないが削りではなくボディープレスだった、ピカピカ光っているから
さあこれは逃げる。セロテープ今日は結構走ってくる。うまい。サイコアッパーで丁寧に丁寧にダメージを取っていかなければいけない。カラジャンプにはミドルキック置いてある。さあ隠って逃げる。これはゲージもあるので十分か。サイコで突っ込んでくる。バックジャンプ見てからサイコか。突っ込んできた。開幕はダブラリからトマザベが一旦下がる。これは暗い投げ高めだった。ガードしている。相打ちで落とせればいいのでベガとしてはしっかり落としておきたい。おっとダブル2からめくりが当たる。ついに当たる。さあここで1-1に戻してきた。さあなんか色黄色にしてきた。一応似てる。多分まあザンギの中では一番この色に似てると思う。下段去ってカラジャンプからは投げられない。さあダブラリで回って走ってくる。今日のセロテープは警戒の動きだ。なかなか走ってくる。スチールかけてきますね。さあ刺さってめくりはガード。おヒーユーズ鈴木パワーあるかもしれません。うおっとさあ高めだったが暗い投げさせないためにダブラリを直に出していった。さあ今の投げ返されてまだ生きてるとはリードしている。相打ちされても結構厳しい体力だ。冷静に手を出さない。裏もガード掴んでいる。さあセロテープリーチをかける。高めで食らった後のダブラリ素晴らしかったですね。さあ食らってしまって一旦削り頭突き。ちょっとヒヤッとしたがガードできていた。さあこれは引っかかってこれはが中段が当たる。あとこれはトモザベガがかなりいい対応しているが、さあこれは優しい。まだまだ中央だ。ダブル2これはかくらない。下段が来て中段でピヨル。さあスクリューが中央だったのが結構響いた。ダブラリで回ってさあ画面端は近い。トモザベガとしてもちょっと押し返したいが刺さらない。ダブラリがさあこれはスクリューを回していた。上から下段まだガードしている。危ない。ちょっとヒヤッとしたがしゃがみパンチの無敵感。さあこれはセロテープがマッチポイントに手をかけている。ダブラリ削って大キックでお釣り取って、さあトマザベガとしても深追いはしすぎると危険。投げてまあとりあえず食らっといてこっからバックジャンプで逃げる。さあ画面端が近いがこれは十分押し戻せそう。ピヨル。さあこれで 1-2-2 戻してきた。さあザンギがまさかのそんな色いいのか。
さあキックキック、さあお互いかなりいい集中力で動いてはいる。さあそっちに投げて歩いていく、飛びに引っかかってめくりはガード。さあ画面端ちょっと近いか、うわーっと引っかかるから投げに行った時間。さあこれはまだまだピカピカしてないからね、今の頭突きはちょっと痛かった。さあセロテープの対策、しかし友澤も負けられない。大コアッパうまい、しっかり引っかかる、投げは完璧か、投げ返す友澤頑張る、しかしめくりは当たらない。さあしかし体力リードは友澤ベガ、ピョンピョン飛んでみる。さあちょっとピョコピョンコしちゃう、なあめくりが当たる。さあこの残り1ラウンドわからない、セロテープさんが急に喋り出した、集中力がなくなってるんじゃないのか。コパンで止めて、さあわからない、友澤ベガも集中している、逃げてまだピオラないがかなり厳しい、セロテープさんがもう集中力ない感じピョンコして、いやーゲージもあるのでかなり厳しそう、最後の最後で集中力がなくなった感じ。はい、では友達さんに一言。すごくグダグダでしたけど最後はセロさんの集中力に助けられました、ありがとうございました。おめでとうございます。ではじゃあ主催のセロテープさんから一言。はい、なんか今日はなんか予想外にたくさんの人に来ていただいて本当にありがとうございました。友田さん優勝おめでとうございます。でなんかね今日はいろいろ来てくれたんですけれども、ツイートの方でもしたんですけれども、明日があれですね、西日暮里の方で、ランバトがあって、その後に小諸道は2週連続ですね。明日やるのは、ヌルポガ君の S 剣とスピリタスさんのバイソンですね。ちょっとどんな試合になるのか自分も楽しみで多分行くと思います。で明後日いよいよエクサー4ですね。さあなんか当日枠が1枠しかないんで、まだ出てない人とかはちょっと茨の道かもしれないですけれどもね、とりあえず行けば結構誰にでもチャンスがあるんじゃないでしょうか。エクサー 2on2 ですからね、そこまで凶悪なチームもいない気がしますし、あとバルバルね、4代目さんのとこと4代目倒すゲーム、はいですね。というわけでなんかこの後、デートなし記念の試合、そして明日も明後日も X のイベントは盛りだくさんということで、でさらにその翌週ですか、しのさん、その翌週ですね、今週末もイベント盛りだくさんですが、来週末も何かあるのでちょっとしのさんの方から。あ、こんばんは、しの本田です。来週の10月21日に、深谷で、またフリップ対戦会を行います。で、今月あのアニコレが発売されるってことで、初代の一つを対戦台にして配信してみようかなと思います。一応稼働はあのターボでね、 X が4セット、初代の一つの対戦台が1セット、あとターボは仲良し台でやろうかなと思ってるんで、よかったら、遊びに来てください。ありがとうございました。はい、ということでじゃあイベントは終わりなのでマイクは、終わりです。ということでじゃあまた来週。はい、
Yeah.
Come on!
Yeah.